ったゼッケン3番清水博信、今回も九州からの参戦です。今シーズンからミニクラスに上がった清水博信、開幕から見事ウィナーとなりました。その清水博信、第3戦では不本意の結果となってしまったんですが、この第4戦また4番フリットからの出走となります。そして3列目からはルーチェモータースポーツ南條沙耶斗と桃子が追い上げていきます。ミニクラス S 字から最終セクションへ向かります。フロントローは藤原、立川、2列目ヒエイルシア、そして清水博信と、3列目は南條桃子、南條沙耶斗と追い上げていきます。ミスナミシリーズ第4戦ミニマックスクラス、シグナルはブラックアウトしません。もう1周です。もう1周のフォーメーションラップとなりました。予選でも非常に僅差となった、なっておりましたミニマックスクラスのバトルでしたが、バトルでしたが、この決勝ヒートは14周の戦いとなります。抜きつ抜かれつの負けられない戦いがこれから始まろうとしております。隊列は鎖骨坊からの立ち上がり、ゆっくりとしたローリングです。スタート直後でやはり順位を上げていきたい、そのように考えているのでしょうか。2連勝を狙って藤原優太が取っていくでしょうか。ポール2ウィンとなりますでしょうか。ミニマックスクラス現在ランキングトップは藤原、2番手には立川、3番手には清水、4番手ヒエイルシアとなっています。さあこの第4戦の決勝ヒート、どのような結果となるでしょうか。日頃の成果をこの決勝で見せてください。さあ始まりますよ、ブラックアウトスタート。ゼッケン15番藤原優太がボールショットを奪っていきました。ボールから出走していきました藤原優太、順当なスタートを切っていきます。2番手には立川太一、3番手にはヒエイルシアです、4番手は清水。さあ突入していきます5コーナー、どのドライバーもしっかりとグリップさせて立ち上がってきます。順位の変動はまだありません。鎖骨坊でも1列渋滞、ラインはほぼ一緒。立ち上がり、鎖骨坊からの立ち上がり、そしてバックストレート、3番手争いが動くと、ヒエイルシアの後ろにピタリとつけています清水博信。清水博信は現在4番手の位置から前を行くヒエイルシアを追いかけていきます。そして3番手の位置をなんとか死守していきたい、ルーチェモータースポーツのヒエイルシア。今回もマイクロマックスクラスとのダブルエントリーをしていますヒエイルシア。先ほどはポール2ウィンを獲得していきました。そのヒエイルシアがこのミニマックスクラスでも力を見せつけていきます。さあそして4番手争いが激しくなるか、得意のタコツボでのインサイドを取っていきます。南條桃子が4番手に浮上していきました。ポジションを1つ上げます、南條桃子。さあそして清水博信は早くも11コーナーで南條桃子を捉えていきまして、ポジションを戻していきました。そしてその後ろ、山下大輔と南條沙耶斗とのバトルが行われております。最終コーナーから立ち上がってくる、順位の変動こそありませんでしたけれども、後ろからの追い上げも必死です。ゼッケン13番山下大輔。さあそしてトップ2は3コーナーへ向かっていく、3コーナーから今度は4コーナーを超えて5コーナー、水波名物のパッシングポイント、5コーナーをクリアしていくと今度はタコツボへ進入していきます。前は藤原優太、2番手には立川大輝、少し間隔を空けましてヒエイルシア、4番手争いが4台と立て連なっています。清水、南條桃子、南條沙耶斗、山下と続いている。トップ集団は S 字を抜けて最終セクションへ向かっていきます。藤原優太、ポールから出走していきました。その座を今もキープをしております。3周終了。
を4周目に発揮しました。14周のバトルミニマックスクラス、残り周回は10周11周というところで、まだまだレースの展開どのようになるか予想がつきません。藤原優太の後ろに期待をつけています。立川大輝、いつでも攻められる状況、前を向く藤原優太へプレッシャーを与えていきます。絶景2番アッシュ立川大輝、そろそろ表彰台の頂点に立ちたい、前を狙っていきます立川大輝。そして第3戦で優勝を獲得しましたゼッケン15番ピーターパンの藤原優太は、今回2連勝を何とか獲得していきたい、練習の成果、もう毎週のように練習しています、その成果をレースのリザルトとしても残していきたい。藤原優太は後ろからの猛チャージをこらえることができるでしょうか。ミニマックスクラストップ2が竹壺へとかかります。現在ファッチェストを取っていますのは2番手を走行しておりますゼッケン2番の立川大輝、前を行くゼッケン15番の藤原優太を追いかけていきます。オーダーの変化はありません。3番手は単独でヒエイルシア、4番手以降は清水博信を先頭に南條桃子、南條紗恵と、そして山下大輔と続いています。ホームストレートを駆け抜け、残り周回は9周です。5周終了、6周目ミニマックスクラス、立川大輝はどのようなことを考えながら前を追っていくのでしょうか。そして藤原優太はどのようなことを考えながら後ろの立川大輝をしのいでいくのでしょうか。トップ2のバトル、まだ動きません。イエルシアとイエルシアは現在3番手を単独走行中ですが、この後ろ4番手争いは清水博信を先頭にしたテールトゥーノーズで、清水博信の後ろには南條桃子がつけています。その間隔が先ほどの周回では1秒47にあったんですけれども、その変化があるのでしょうか。さあそろそろ動くかトップ2、まだ動きません。藤原優太と立川大輝との息も飲むようなバトル、テールトゥーノーズの体勢が変化しておりません。ここから立ち上がってくるワンミスでもあれば何かこう広がってしまうことがあるかもしれないんですけれども、でもなく現在は前を行く藤原優太をバンパーとバンパーの状態でループコーナーへ向かっていきます。立川大輝2番手の位置から前を行く藤原優太を追いかけていく。さあそして先ほどまで3番手単独走行をしておりましたルーチェモータースポーツのヒエイルジアとの間隔がやはり縮まっていた。最終コーナーから立ち上がってくる3番手争いに、ついに追いついたと清水博信が前を行くヒエイルジアをそろそろ捉えそうです。現在ファッチェストを獲得しているゼッケン3番清水博信、現在4番手の位置ですが、前を行くヒエイルジアを捉えそう。5コーナーからポコツバへ立ち上がっていきます。3番手争いは3枚となります。イエイ、清水、南條桃子のオーダーでポコツバからの立ち上がりです。トップ2はまだ変わりません。進行状態、石地から出ていきます。3番手争いもまだ変わりません。最終セクションに差し掛かり、戻ってきますと8周終了、9周目に入ります。9周終了、9周目そろそろ動くか、残り周回は6周です。残り周回は6周、これは終盤にかけての激しいバトルの前に優先状態といったところでしょうか。5コーナーからタコツボへ立ち上がっていきます。藤原優太、このままトップをキープしたままチェッカーとなるでしょうか。そして3番手、現在はヒエイルシアがつけておりますが、この3番手集団を率いる形で結果を受けていくか。トップ2は11コーナーでなんと清水博信が前を行くヒエイルシアを捉えました。3番手に浮上です。3番手集団が変わってきました。先ほどの周回、そしてホームストレートに戻ってきます。3番手が変わりまして、ゼッケン3
田辺が3番手に出場、4番手に上井美優也、5番手に南條桃子です。トップ中は変わりません。5コーナーへ向かいます。トップ中、藤原優太、立川太一のオーダー。さあ、どのようなことを考えているんでしょうか。立川太一、どこで動くのか。予選ではどこでも入っていけるよ、そんな速度を見せていたゼッケン2番の立川太一です。そして藤原優太もミスターバトルは得意なはず。後ろをしのげるか。3番手争いは清水博信を先頭にし、清水、家入氏や南條桃子と続いています。少し間隔を空けて南條紗恵と山下大輔といった順番で走行しております。残り周回は4周です。さあ、どこで動くのでしょうか。ミニマックスクラス、ハラハラドキドキの展開がこのバトル、そろそろ終盤を迎えています。藤原優太、このまま逃げ切ることができるか。後ろからは立川大輔が追いかけている。3番手争いは清水博信の後ろには比江口や南條桃子と、この間隔が広がることはなく、しっかりと追いついている。トップ集団が戻ってきますと、残り周回は3周に変わります。終盤に向けての激しいバトルの前に、停戦状態がそろそろその均衡が崩れてくるのでしょうか。残り周回は3周です。藤原優太、立川太一、3コーナー、4コーナー、そして5コーナーです。ぐぐっと間合いが詰められるが、ここでのオーバーテイクはありません。見ている方も少し緊張してしまいます。さあ、そしてタコツボで動きそうなのはイエルシアだったんですが、ここは動きません。清水博信は前を追うのか、それとも3番手を引きするのか。さあ、トップ争いが変わってくるぞ。11コーナーでインサイド取っていきまして、立川太一が前に出ました。立川太一トップに行きました。ついに動いたゼッケン2番アッシュ立川太一、しかし藤原優太すぐに戻していきます。横に並びかけて1コーナーでは前に出ていきました。ピーターパン藤原優太、一度奪われたポジションをすぐに戻していきました。鉄拳15番藤原優太、しかし立川太一も負けていない。5コーナーでインサイトこち上げていく。クロスラインで横並び、トップ集団は横並びです。トップ2は横並びで、タコツボ前にいるのは立川太一。しかし3番手集団も追いついてきた。こちらもバトルを行われているが、3番手には現在清水や日の内側に清水がつけている。さあ、バックストレート横並びです。藤原優太と立川大志のバトル、前に出ていったのは藤原優太、2番手立川。3番手争いは現在冷えるシアが前、清水、南條桃子と続いている。トップ2はホームストレートを駆け抜ける。残り周回は1周、ファイナルラップに突入します。ファイナルラップに突入しました。ミニマックスクラス、トップは藤原、2番手立川、3番手との間隔が縮まってきているが、3番手には清水や清水、南條桃子と続いている。トップ集団変わってきた。サイドバイサイドで5コーナー立ち上がってくる。藤原がイン、アウトには立川、タコツボ侵入は藤原が取っていった。インサイドを抑えていく藤原、立ち上がりはどうか。その後ろもくっついてきた。ミニマックスクラス、ファイナルラップ、バックストレートでのスピードを乗せていく。11コーナーインサイドを守っていく藤原優太。後ろについたのは立川太一、3番手以降もくっついてきているが、最終セクションどうなるか。このまま僅差でチェッカーとなるか。ゼッケン15番藤原優太が先頭で2番チェッカーを受けていきます。第3戦からの2連勝となりました。ゼッケン15番ケーテックピーターパン藤原優太、今シーズン2勝目となりました。そしておっしゃったゼッケン2番はアッシュ立川太一が2番手でチェッカー、3番手にはゼッケン10番ルーチェモータースポーツヒゲイルシア。最後の最後トップ2に追いついてきたんですけれども、3番手でチェッカーとなりました。4番手にはトレンタクワトロキーズ清水博信、5番手にはルーチェモータースポーツ南條桃子、6番手にはルーチェモータースポーツ南條紗恵と、そして7番手にはルーチェモータースポーツの山下大輔となりました。